にゃ。さっきまでお家で勉強してた。でもお勉強って全然楽しくない。だからアーニャ、父と母の目を盗んで家を飛び出すことに成功した。ふふ、アーニャを舐めてもらったら困る。今日はお散歩日より。アーニャ、お散歩する。お散歩お散歩、楽しいな。ふふ、今頃父、アーニャがいなくなって驚いてる。きっとアーニャにスパイの素質があると気づくはず。そうしたらアーニャは伝説のスパイになる。おいお前。そうだ、お前だガキ。俺はピストルを持ってる。傷つけられたくなかったらおとなしくついてこい。ピストル、もしかして音の出ないピストル。チッ、任務に失敗しちまった。サツに捕まる前にこいつを人質にして逃げるしかねえ。任務、さてはこの人、父と同じスパイ。ワクワク。おい、聞いてんのかてめえ。何ニヤニヤしてやがる。この状況わかってるのか。殺と人質の意味はよくわからないけど、きっとこの人父の仲間。おっかしなガキだな。とりあえず早く逃げないとやべえ。アニャ、スパイの役に立てる。アニャ、一緒に行く。当たり前だ。てめえは人質なんだからな。いいか、おかしなことをしたらすぐに頭をパーンだ。ふふ、アーニャ知ってる。スパイの持ってる音の出ないピストルはバーンって言わない。ふふ、本物のスパイに協力。ワクワク。こいつなんで全く怖がってねえんだ。まあ暴れられないのは好都合か。このまま俺の隠れ家まで連れ去ってやるぜ。スパイのアジト楽しみ。あ、その頃、伏黒。くっせえな。なんだよ虎杖。大変なんだよ、マジで大変。だからなんだよ。アーニャが誘拐されたって。アーニャって言えば前に高専に遊びに来た女の子か。そうそう、お前のことをウニって呼んでた。思い出したら腹立ってきた。って誘拐って言ったか。そうなんだよ、今アーニャのお父さんのロイドさんから連絡をもらってさ。こいつお父さんとも知り合いなのか。ほんと誰にでも懐くよな、まるで犬。アーニャが行方不明になったらしくて、俺たちのところに来てないかって聞かれたんだけど、アーニャ見かけてないよな。ああ、見てないな。ロイドさんよくわからないけど警察には頼りたくないっぽくて、自分たちで探すって言ってんだけど、俺たちも探しに行こうぜ。ああそうだな、確かに誘拐って線もありえそうだ。っていうかあの子供、俺たちに出会った時も任務に巻き込まれたらしいし、よく事件に巻き込まれるな。アーニャ、俺が絶対に見つけてやるからな。なんたってアーニャは俺の妹だからな。なんか東堂みたいだな。その言い方はやめてくんね。数十分後。アーニャの家の周辺を探してみたけど、やっぱり見つからねえな。虎杖、重大な情報が手に入った。マジで？さすが伏黒。ピンク色の髪の女の子が怪しそうな男と手をつないで歩いてたって目撃情報があったんだ。ピンク色の髪、そんなの絶対アーニャしかいねえな。お前もピンクだろ。怪しい男と一緒にいたってことはやっぱり誘拐か。無視しやがった。ただ目撃された時間は数時間前、もうこの辺りにはいないだろうな。そんな、どうしよう伏黒。どうやって探そう。落ち着け虎杖。とりあえずあれか、あれだよな、落ち着いてどこでもドア探そう。落ち着けっつってんだろ。いて、殴るなよ。いいか、俺に案がある。マジで？玉剣に匂いを負わせればいい。数時間しか経ってないし、きっと玉剣なら匂いを嗅いでアーニャの元まで行ける。さすが玉剣、伏黒より役に立つ。俺の案なんだが。早く早く玉剣出して。はぁ、出てこい玉剣。よすよす玉剣、頼んだぞ。待て虎杖、その前にアーニャの私物が欲しい。アーニャの匂いを覚えてもらって追わせないといけないからな。あ、それならこれがあるよ。手紙？そう、アーニャがたまに俺に送ってくれてたの。汚い字だけど必死に書いててくれてさ。お前の字とどっこいどっこいの汚さだけどな。
は？俺もっと綺麗だよ。玉剣が匂いに反応したみたいだ。おぞ。おう、アーニャ、きっと今頃怖い思いをしているはずだ。急げ、伏黒。玉剣に言え。一方その頃、ふふ、このまま行けばアーニャスパイのアジトに行ける。スパイの人がたくさんいたり、不思議な機械がたくさんあったりして、ワクワク。なんでこいつこんなに楽しそうなんだ。まあいい、あと少しで隠れ家に着くからな。ふふ、スパイの人、アーニャが人の心の声が読める超能力者だって気づいてない。アーニャ、アジト楽しみ。おじちゃん。なんだガキ。名前なんて言う？父のスパイの時の名前は黄昏。この人にもきっとコードネームがある。バカかお前、人質に名前を言うやつがあるか。さすがスパイ、簡単には正体を明かさない。このおじちゃん結構できる。きっとスパイの中でもお偉いさん。ワクワク。数分後。はあ、なんとかサツに見つからずに隠れ家まで来れたな。ここがアジト？なんか思ったのと違う。あ？なんか汚いし狭い。バカにしてんのか？アーニャがっかり。スパイのアジト、もっと大きくてすごいところだと思ってた。ちゃ、生意気なガキめ。しばらくは人質にしてサツの様子を見ようと思ったが、この隠れ家は簡単に見つかる場所じゃねえ。もうお前は用済みだし、片付けてやる。ピストルを向けられるのは初めてだろう。怖いか？怖いよな。うー、音の出ないピストル。なんだその顔、今の状況が分かってるのか？この人優しい。アーニャが音の出ないピストル好きなの気づいて見せてくれてる。なんなんだこのガキ、ピストルを向けられても全く動じないなんて。はあ、もういい、めんどくさくなった。いいか、黙ってここにいろよ。そうしたら無事で返してやる。ピースドルー、すごい。なんだ。犬さん。あ、犬？そんなのどこに？つーか、なんで急に扉が吹っ飛んだんだ。玉剣、一人で突っ走っていくな。はは、玉剣も早くアーニャを助けたいんだろ。兄とウニ。いた、アーニャ。ウニ呼びやめろって言ってんだろ。なんだお前ら、ピンク色の髪の男とウニ頭？ウニじゃねえ。すっげえ、あの犯人ノリが分かってるな。それどころじゃねえだろ、見ろ、ピストルを持ってる。マジか。兄とウニが犬さん連れてきた。みんなでスパイごっこ。アーニャ、その男から早く離れろ。お前らこっちに来るな。このガキがどうなってもいいのか。アーニャ。くそ、アーニャが抱きかかえられた。いつ発砲されるかわからねえな。そうだ、いいかお前ら、それ以上俺に近づいたらこうだからな。威嚇射撃。やっぱり本物か。ピストルから音出た。あ、そりゃ当たり前だろ、おもちゃじゃねえんだぜ。音の出ないピストル持ってないスパイ失格。さっきからお前は何なんだよ。おい、やめろ、アーニャに乱暴するな。うるせえ、わざわざガキ一人誘拐して隠れ家までたどり着いたんだ。捕まってたまるか。もしかして悪い人。誘拐してんだから当たり前だろう。今気づいたの？まさかアーニャホイホイついていったのか。いや、想像できるな。ちやっと状況が分かったかガキ。ブブブブブ。急に震えやがって、もう遅いってんだよ。アーニャにピストルを向けるな。うるせえ、これ以上近づくなよ。大丈夫だ、こっちには人質がいる。こいつを連れ去って車に乗って遠くへ逃げてやる。アーニャ遠くへ連れてかれる。父と母とお別れになっちゃう。やだ。うわ、このガキ暴れるな。今だ、玉剣。ギャッ。おお、すげえ。いって、なんだ。ピストルを離したな。アーニャ、
こっちに来い。兄と、ウニ付け加えたように言うな。急に後ろから何かに突撃された。くそ、頭打ちまってクラクラする。よし、いい感じに気絶したな。犬さん、すごい。え、玉剣が見えるのか。玉剣に抱きついてる。本当に見えてるみたいだな。いやでも重力はないのにどうして。さあ、アーニャ超能力者よくわからないけど、多分そのせい。それより玉剣大活躍だったな。よーすよす、アーニャもやすやす。犬さん大好き。はあ、まあこれにて一件落着か。ウニ、この犬さんはウニのペット。ペットではないが、まあそうだな。ふふ、アーニャを舐めちゃあかんぜよ。また変な言葉を覚えてる。アーニャのお家にも犬さんいる。あ、お、そうか。名前はポンド。かわいい名前だな。かわいいか。なんだか玉剣に張り合うように自分の犬を紹介されたけど、玉剣はただの犬じゃないんだけどな。もう、ポンドだってただの犬じゃない。急にどうした。決めた、ポニャ、兄とウニにポンド紹介する。おお、ワンちゃん紹介してくれるの。そしてポンドとこの犬さん、お友達になってもらう。いや、それは無理だと。玉剣は普通の人には見えないし。早く行くの。わかったから引っ張るな。楽しみだな。その後、アーニャ、お家に帰ってボンド見せた。アニもウニも可愛いって言ってくれた。でもウニの犬さん、疲れちゃったみたいで、ボンドとは会えなかったみたい。そしてアーニャ帰ったら、ウニみたいな顔した父が待ってて、こっぴどく怒られた。アーニャ、激鎮。でも楽しかったから、また一人でお散歩する。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。